止めよう上関原発、守ろう命の海、その集いを始めさせていただきます。今日司会を務めさせていただく堀永修平です。よろしくお願いします。さて、3.11 以降、少し緩やかになったかに見えた上関原発をめぐる動きが、今また政権が変わって本当に不安を気をつけるように激しい動き、うなずねりとなってきています。今日はですね、本当にこの上関原発に関して、様々な方がいろんな場所で、動いていらっしゃいます。その現状報告、そして、その活動の共有を、していきたいと思います。それでは早速参りましょう。まずはこの方にお願いしたいと思います。市民活動はもちろん、官僚政治家、そして国際会議まで、本当に縦横無尽に動き回って、自然エネルギーの普及と、そして省エネによる、原発のない持続可能な日本、世界のために、動いていらっしゃいます。環境エネルギー政策研究所所長、飯田哲成さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今直前まで、先ほど、いわゆるスラップ訴訟のところ、非常にあっけなく短時間だなとは思ったんですが、原告側、いわゆる中国電力、非常にやる気がない、姿勢でですね、本当に明らかな嫌がらせ訴訟だなというのが、ありありということでしたが、去年の知事選で私が勝ってればあんなこと、これももうないのになったと思わなくもないんですが、過ぎたことを考えても仕方がないので、前を向いて、明るく、やっていきましょう。おとといが311のあの事故が起きて、ちょうど2年、全くまだ福島の事故原因ですらまだきちんと解明されていないし、まだまだ放射能も、垂れ流し続けで、福島15万人ないしは16万人の方がまだ避難されていて、避難されている方だけじゃなくて、福島の中も例えば郡山、福島まだ、1マイクロシーベルトぐらいは平均的にあってですね、そして子どもたち10人の、甲状腺がんの、一部を疑えておりますが、そういった症状であるとか、 45% の子どもたちに、20ミリ以下の濃厚が出ているとか、そういったいろんな状況がまだ続いているにもかかわらず、ここの県知事、そして安倍自民党というのは本当に何もなかったような状況ですので、しっかりと、でもまだ国民の、7割ないしは8割やはりしっかりまで原発をなくしていこうということを考えておりますが、政権は戻っても、私たち国民の意識は311の前に戻ることはこれは絶対にないと、いわゆるコンピューターでいうとこの OS はもう完全に変わっていますから、それにのっとって一つ一つ変えていく必要があると。で、原発を動かそうと思ってもですね、まず福島の収束、これはもう全く目がついてませんし、東京電力このままいったら100年ゾンビ企業を生かしていてもですね、国民の税金と電気料金を垂れ流すような形ですから。そして安全基準と活断層問題、これも今年の7月に、これもなんか非常に微妙な7月17日に安全基準が出て、19日に参議院選という、なんか測ったようなタイミングですが、しかし安全基準が出たところでそれも本当にごく一部ですし、それに対して基準がまずできる原発が果たしてどこにあるのか、そして使用済み燃料の核燃料はもう山のように溜まっていて、1万7000トンの核燃料を溢れ返っている箱などを飾って、そして電力の経営、今再稼働をしないと電気料金、電気料金再稼働しなくても値上げなんですが、電気料金を値上げするのは再稼働、しなければさらに値上げだということを言っています。あれは裏にあるのは電力会社が、倒産するからだという、とにかくもう国民のほとんどが電力会社の経営問題だということがもう皆さん分かっています。で、その先に電力市場改革もしなきゃいけないということで、原発を普通にやっていく話ではなくなっている。ちょっとこれは小さくて見えにくいんですが、とにかく原発というのはこの現代社会の中で経済的だけに考えて、経済だけではもちろん命の問題とか
将来世代の問題もっと考えることがいっぱいあるんですが、経済だけで考えても、これドイツで計算した例ですが、保険、損害保険をかければ1ヶ月の電気料金1万円の人が200万円になるということ、保険料をかけないと運転できない。普通の経済の仕組みで考えれば原発は、まあ、そもそも生き残れない。そして先ほどの使用済み燃料がですね、平均あと6年程度でプールがいっぱいになりますし、まあ、そもそもいっぱいにならなくてもそのプールに置いておくと、今の4号炉あるいは3号炉もそうですが、地震で崩れ落ちるとむき出しの原子炉になるということですから、この使用済み燃料問題一刻も早く解決をしなきゃいかん。そして核のゴミが10万で残る、この問題がもう一つあると。もう一つが、これが一番本質的な問題ですが、ですからもうすでに1万7000トンの核のゴミを生み出したわけですが、まあ、これ以上生み出さないために、いかに原子力を、動かさないようにするか、あるいは電力会社にしてもですね、普通に考えれば保険で200万円もかけなきゃ、 1世帯の電気料金が200万円などの保険料かけないと動かせなくて、そして10万年核のゴミを自分たちがもし面倒見ろと言われて、そしてあの東京電力ですら原発事故が起きればもう実質倒産になる。もう普通の経営者だったらこれはもう扱わないのが当たり前で、実はこの前の日曜日、広島でシンポジウムがあって、まあ、そこで出てこられた中国電力の方はしっかり原発を進めていくと言われていたんですが、夜の懇親会で実は進めなくていいんですよねと言っていて、言われていましてですね、やっぱりただ今中国電力自ら辞めるというと、原子力村電磁連の鉄の掟と、それから上関の地元と山内県の地元のいわゆる推進側との、まあこれまでの、ぐちゃぐちゃになった人間関係とかですね、政治関係、それがもうぐたぐたになるので、ですから本来であれば、知事なり町長がですね、もう辞めると言えば、実は中国電力もほっと一息、あの時本当に原さんたち、清水さんたちが頑張って、埋め立てが始まってなかったことは、中国電力にとっては本当に胸をなで下ろす幸運だったんですね。あれでもし始まっていたら1兆円のお金をこれで追加分という、島根原発、彼らは島根原発も、1号機2号機は本当に危ないのでやめたいと思っています。3号機だけはなんとか取り返したいと言ってますが、でもそれも国が弁償、それをちゃんと国が買い取るといえば彼らは安心して手放すと。ですからそこをちゃんと政治が考えていくというのをですね、真っ当な企業が企業として できるように、する必要がある。でやはりこの事故というのは絶対に中国電力、東京電力のもうほとんど20分の1以下の企業がですね、東京電力ですらもういかんともしがたいのに、 あそこで松江で、あるいはこの上関はまあできないと思ってますが、事故が起きている中国電力はもう全く多分手も足も出ない。人員にしても技術力にしても資金量にしても全く足りませんから。で、まあ、そもそも原発というのは、これは東北大学の先生が引用されてますが、ゲーテの魔法使いの弟子という先生がいなくなった時に、ほうきを使っていろいろ仕組みをさせたり掃除をさせているうちにだんだん暴走して止められなくなっちゃったという、まさにこの我々のこの人間社会にとって原発というのは、このゲーテの言うところの魔法使いの弟子そのものではないというふうに思います。でそして実際に現実的にですね、これは先ほどの保険はまだ実際にそういう保険は存在しませんし、非常に安い1200億円という、実際のもう、何十兆円ともいわれる損害から考えればですね、非常に小さい1200億円の保険しかかってますが、現実に世界の原発がどん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 高くなって、ですから今、賢い先の見える企業ほど原発から逃げ出したんです。今から、13年前にスウェーデンとスイスの合弁会社で、原発では世界で最も優秀な企業であった ABB は、今から13年前に原発を全て売っ払って、今風力発電とか自然エネルギーだけでビジネスをしてるの最高収益を。そして
おととしドイツのジーメンスは原発をやめると言って、すでに撤退をして、で去年なんとあの GE ですね、ジェネラルエレクトリックはあのイメルト会長が原発はもう儲からないんだということを公式にもう言って、でしかしですね、日本の国経産省とか自民党とかですね、そして、電力会社とのこの私はこの戦艦ヤマトに学ばないといけない、これもこの前中国電力 あのシンポジウムで言いましたが、あのこの戦艦ヤマトというのは本当に今の原発によく似ていてですね、3つの意味で似ているんです。1つは巨大技術がに、まあ、非常に頼って技術選択を間違え、今、まあ、この時すでに航空船の時代に入っていたのにこの巨大戦艦を作っている、もう2つ目はですね、この不沈戦艦がある限り日本の国は守られているという、当時はその不沈戦艦神話を作る、今の原発神話と全く一緒で、3つ目はあの最後徳山湾から沖縄に向けて全ての人がもう撃沈されることを分かっていながら、そのもう最後の最後までの上層部のお上の筋を通すためにですね、沖縄に向かって出ていく。で実際にもう自然エネルギーは世界では、まあ、第4の革命と言われる、農業、産業、そして、IT、いわゆる情報通信革命に次ぐ4つ目の革命と言われていて、でこれはこのグラフは毎年毎年累積ではなくて毎年毎年増えている量を風力、太陽光、そして原子力ですから、原子力はむしろ減り始めているというのが世界で、風力はこれもう一段と延長すると、去年の末で、累積で2億8000万キロワットになって、太陽光は去年もうまた3000万キロワット増えて、去年の末で1億キロワット、合計で3億8000万人、風力と太陽光だけを足して3億8000万で、原子力は3億7000万で、まあ、設備容量という単位で発電量とは違いますが、去年の末でついに風力と太陽光だけを足して原子力を追い越すという時代に入っている。で、あと2年すると風力発電だけで原子力を追い越す時代がもう来ています。で、原子力とかですね、石炭火力とかその巨大集中型電源を好きなのが大体あのエネルギー経済系のエネルギー学者とか経産省とか電力会社なんですが、原子力は過去歴史上そういう人たちが、ちょっと小さく見にくいかもしれませんが、1970年からですね、原子力はもっと無限に増えると思っていたんですが、世界の原子力の現実は実はもう大体頭打ちになって、これから先はおそらく減っていくという形になります。でですから、そういう巨大技術を好きな人たちというのは昔から課題予測をする傾向があって、現実はそれを全てしたの。一方でこれはドイツの自然エネルギーの予測ですが、自然エネルギーの現実というのは全ての予測を上回って現実がもっと増えている、その非常に面白い対象があるんですね。でこれは何で、あ、まずこっちから言ってですね、ドイツは実際に原子力発電が、どん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 今閉鎖していきますから、自然エネルギーがついに追い越して、2000年に 6% だった自然エネルギーが4倍の 24% まで去年の末で達成、原子力は今 14% まで落ちて大きな差がつく。そして原発はそれでも中国も増えてるじゃないかと言われる原子力側の人たちですが、これは去年1年間の中国の太陽光の増え方です。最初の3ヶ月、次の3ヶ月、その次で、最後10月から12月四半期ごとに倍増していって、去年1年間で中国は700万キロワットの太陽光を作って、今年は1000万キロワット以上作る。で、中国というのは意外と意味差という国で、もともと原発を2020年までに8000万キロワット、約100万キロワット級で80基作る予定を出してましたが、最近は風力と太陽光の目標を100倍以上に伸ばしてですね、
今2020年の目標値は浮力と内力をむちゃくちゃ増やしたんですが、で差し引き原子力はおそらくこれはまだ公式見解で言ってませんが3分の1以下に減らしたであろうというふうに。そして2つ目の、この第4の核の2つ目の側面というのは21世紀の産業革命で、とにかくひたすら世界の市場が倍々で増えてきて、去年1年間で、この10年間で20倍に増えて25兆円、10年後には200兆円市場になるという非常に大きな変化があります。で地球レベルで見て非常に大きなエネルギーシフトと、そして、緑の産業革命が起きているんですが、それを起こしている最大のポイントは何かというと、大規模集中型原発とか石炭火力のような大規模集中型から小規模分散型地域自立のですね、分散ネットワーク型エネルギーに変わったということが一番大きな要素なんです。それが巨大技術がこんなに増えると思っていたことが実は増えず、インターネットと同じようにですね、次から次に新しい人がその分野に入っていって、これはデンマークの例ですけども、一目瞭然で小規模分散型になってますが、もう一つはもっと大きな要素というのは、地域の人たちが自分たちのエネルギーを自分たちで生み出すというですね、地域自立型に変わっていっている。これが一番大きな変化です。まさにエネルギーデモクラシー、エネルギーの民主主義の違いです。ですからこの山口県も自分たちでエネルギーを生み出せば、今光熱費、電気、ガス、灯油だけで1000億円、およそ山口の農林水産業の全売上に匹敵するお金を光熱費で使ってますから、これを例えば自立自給していくことっていうのはですね、全く問題なくできるわけ で、これが地域経済のやはり一番大きな自立の可能性があります。で、最後にですね、これは私キリスト教ではないんですが、非常に今回の福島原発事故に引用して言われている言葉を見つけたので、このマタイ伝の7章26節というのに、その砂の上に家を建てるというのはどんなになんと愚かなことか。でこれ2つの意味があると思うんです。1つは砂の代わりに地震のこの地震列島の上にですね、原発を作る、これはまず非常に愚かな。2つ目はですね、日本の国の、いわゆる原子力村といわれるこの原子力の安全規制とかですね、原子力村のやっていることというのはもう全くグズグズでですね、まさに砂のような安全体制、社会体制の上にまだなお原発を続けていくというのも非常に愚かなことで、しっかりと私たち自身がですね、自立した地域自立の分散ネットワーク型のエネルギー社会を、まさにエネルギーの民主主義として私たちが取り戻していくということが大事なんだろうというふうに思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。環境エネルギー政策研究所所長飯田節成さんでした。おめでとうございます。世界のエネルギー事情の話も、よく分かったんですけども、懇親会の話が非常に印象的でした。本当にそのまんま素直に、中国電力の方も進めていただければ、自分の気持ちに素直に進めていただければいいのかなと僕は思いましたけどもね。さて、今日はですね、平日の昼間だというのにですね、えらく若い人が多いんですよね。だいたいこの時間はご年配の方が多いんですけど、今ですね、この上関原発をめぐる動きの中で、若い世代の人がいろんな動きを自分なりに、どんどんやっていってるんですけれども、今日はその中からお一人紹介したいと思います。映像ジャーナリストの東條昌之さんです。皆さんこんにちは、東條昌之です。どうも。僕は今、岩井島と福島と海に生きる人たちを追ったドキュメンタリー映画を作っています。祝福の海と書いて祈りの海というタイトルを今考えています。でこの祝福の祝は岩井島の岩井です。で福島は福島のところです。でこれ祝福という言葉には幸福を祈ることという意味がありまして、それで祈りの海というふうにつけたんですけども、みんなが幸福を祈ることができたらもっといい世の中になるんじゃないかなというふうに思ってます。今日は
10分間の短いあのダイジェスト版を作ってきました、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。知らないといけないからも、といった生まれた場所を知り、それをまた伝える。瀬戸内海っていうのはさ、こういう小川してない海岸っていうのはすごく少なくなっちゃう。全体のね、まあ、こういう自然海岸っていうのはね、全体のもう 15% しか残ってない。だから魚少なくなっちゃったりとかさ、いろんなその自然の生き物が住めなくなる。でもね、ここら辺見てごらん、ね、この岩井島もそうだし、手前の長島っていう島もそうなんだけど、ほとんどが自然海岸が残ってる。みんなこう毎年ここに来てるね、この海っていうのはね、瀬戸内海の中でとってもね、もう本当に貴重な海域、ね、それを今ね、みんな知りたい。を張るみたいな。施工区域から退去してください。この劇場は海を汚さないでください。海を汚さないでください。お願いですから。おたくらは仕事だけ関係ないか知らんけど、我々にとってはね、命の海なんですよ。お願いします。
お願いします、お願いします。曲がれ。先頭は戦ってる。ああ、汚染水を流されたっていうことは、俺にとっては職場を汚されたっていうよりも、ちっちゃい時の感情、子供からずっと海と一緒に育ってきたっていう感情から言えば、身を切られたっていう感覚だね、俺はね。取れる鶏ふんをね使えて畑を作ると、無農薬の野菜も作れるっていうことで、ずっとこの方法で30年やってきてたんですが、できなくなりましたっていう。もともと自分家の鶏は閉めて、それで食べてました、で、まあ今回は大量に占めても食べられるわけないので、食べることができなかったですね。で、一応穴を掘って埋めて土に返しました、何年先になってそういう漁業が復活するんだか分かんないけどさ、多分俺はこの数年間止めることによって海の魚ものすごく増えたと思う、この福島の海の魚増えた。そうなった時に今までのように自然を壊しながらやる漁法じゃなくて、それこそ瀬戸内海の釣りのような漁法で海に負担をかけないような漁法を蘇らせて、それで魚を取れるようなデータベースを作っておくのが、あと2、30年後に船形のある人たちのためにもいいかなーなんて思っております。完成は先なんですけども、今本当に撮影している段階なんです。
皆さんです。大勢いらっしゃいますが、一言ずつ、自己紹介をしていただけますでしょうか。よろしくお願いします。生まれは愛媛の今治なんですけど、で事務所は兵庫県の赤石でやっております。であのこの書書もひょんなことからやらせていただくことになりまして、今日こんなにたくさん集まっていただいて歓迎しております。ありがとうございます。名前は知れません。ちょっと上がっております。小沢修造と申します。の弁護士の堀良一と言います。あの事務所は福岡の方ですね。あの隣が弁護団長で、こちらが事務局長で、私は平野広報担当ですので、後から裁判の報告をさせていただきます。よろしくお願いします。あの兵庫県神戸市の弁護士の永井光と申します。この、弁護団の方では一応の事務局ということで、いろいろあの、まあ、相手が出た書面をコピーして配ったり、いろんなことをしております。なかなか、すぐには進んでいかない、向こうが本当にゆっくりやってるんだなっていうのが、まあ、今日ご覧になったのも分かったと思いますけども、そんな訴訟です。ただ、まあ、あのだからといってあのこちら側はやめにすることができない、向こうが触れ下げない限りやめることはできないので、できるだけこれを機会にですね、まあ、逆襲できるような形で、訴訟をやっていければいいかなと思っております。はい、よろしくお願いします。弁護士の米倉大輝と言います。今年弁護士法人ピースの方に入所しまして、こういうふうな大きい訴訟があっているということで、大変意義のある訴訟に参加させていただきありがたいと思っております。まだ新参者でなかなかわからないことも多いですが、今後ともよろしくお願いいたします。そう、福岡で弁護士しています丸山と言います。先ほど堀があのご挨拶差し上げましたけれども、堀と同じ事務所であの弁護士をしています。今日は原さんの意見陳述をちょっと構成とか担当させていただいて、まあ、裁判所からいろいろ言われましたけど、あれくらい言っていいんじゃないかと私は思いますよく言ったと思います。弁護士法人ピースの代表を務めております弁護士の田川でございます。弁護士法人ピースというのは今日のこの場所を設営したということで、あの入り口の看板に書いてあったと思いますが、私はですね、昨年の10月からこの弁護団に加えていただきました。山口県弁護士会に所属している弁護士です。ようやくあの岩井島の皆さんの戦いに参加できるということですね。今挨拶した米倉弁護士と次に挨拶する内山弁護士が一緒にやってくれます。それで今日午前中にはですね、島民の会の皆さんと一緒に、兼業局の暴虐によってですね、保証金を受け取るというような総会決議をですね、でっち上げられているので、それをどうやって跳ね返してですね、岩井島島民のその最初の、ね、あの願いをですね、実現をしていくためにこれから一緒に頑張っていこうと思っております。どうかよろしくお願いします。弁護士の内山隆文と申します。私もやはり、弁護士法人ピースで勤務しております。少しでも皆様のお役に立てたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。はるばると栃木県小山市の方から通っております弁護士の浅野と申します。中年の様子を見てますと、まだまだ長くかかりそうです。被告の皆さん大変な思いをされております。皆さん今後ともご支援よろしくお願いいたします。弁護士の島田久人と言います。私はあの加賀殿下と草津温泉で有名な群馬県浅田市の方におります。群馬ってちょっとこちらの皆さんちょっと分かんないかと思うんですけど、まあ、東京の近くなんですけども、浅野先生と一緒に関東の方から関西の方に通っておりますので、今後ともよろしくお願いします。杉並と申します。あの高木金の事務局をしておりまして、あの弁護士ではないので弁護団というのは、まあ、あの運動の側からの応援団ということで、
この、不当なですね、損害賠償訴訟の弁護団の中に、まあ、サポート役として入っています。なんとか皆さんのこういう大きな力でですね、不当なこの、訴えをですね、跳ねのけていかなければいけないと思いますので、ぜひ一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。岩井島の清水です。被告の4人の方です。よろしくお願いします。岩井島から来ました。です。被告の、まあ、4人のこの後1人です。よろしくお願いします。被告のっていうのも話しています。僕は塩谷市、出身です。よろしくお願いします。広島県三原市から来ました岡田と言います、地元では農業をしています。今日は本当に多くの人支援してくださる方たちとバスで一緒に来ました。本当にこれからもよろしくお願いします。さあ、それでは 3.11 以降の上関原発が、どういう経緯をたどってきたのか、そして埋め立て勉強、今、大変波紋を呼んでおりますけれども、そのことについて上関原発計画の現状報告を、上関原発を建てさせない岩井島島民の会代表清水俊康さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ご紹介しました岩井島の清水と申します。今日は本当に私たちの裁判、そして、この集会にたくさんの方が来ていただきまして本当にありがとうございます。本当に心強く思っています。今年で4年目のこの裁判を迎えましたけど、もう今日原君の意見陳述もありました。もう原告の中国電力が乗られづらいで、本当になぜ私たちを訴えられたのか、まだその根拠すら分かりません。先ほど、ラッシュ条例でもありましたように、ただ私たちはきれいな海を埋め立てないで守るために、ただ中国電力をお願いしただけなのに4800万円をね、訴えられた、なぜ訴えられたのか、それがもう分かりません。まあ、それとはですね、今、現状報告ということなんですけど、 3.11 以後、埋め立て準備工事は中断しています。しかし今もまだ、資材を運ぶ海産橋、もうこんな方もいますけど、中国電力の海産橋まだそのままあります。そして豆腐用も、9基あるのが7基ほどまだあります。埋め立ての、こういう埋め立ての許可をもう延長認めないということで、矢野内県知事も言っていたのがもう公約以下で、1年また判断を延期するという、先送りするという、本当に信じられない今方針を打ち出しました。本当に残念に思います。そして、現地の方では JV 共同企業体の方がプレハブが、だんだん今解体して引き上げています。しかしまだまだ地元の推進派、また中国電力県、もうご存知のように上杉原発は諦めていません。そして、山口県漁協が先ほど今言われましたように、保証金を依頼しましてもらえる、そういった工作もしている状況です。私たち31年戦っています。しかし皆高齢化してですね、大変厳しい状況でありますけど、この裁判とまた上杉原発を潰すために、これからも皆様の支援を受けながら、協力を受けながら頑張っていきますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ、続いては漁業保証金について、上関原発を建てさせない岩井島島民の会の橋本久夫さんに、お願いします。ちょっと座っていらしていただきます。皆さんこんにちは。私は岩井島で、まあ、漁師をやっています、橋本と申します。まあ、スラッグ裁判これなんか4人の人のメンバーにもありますが、今日は先日の保証金の漁業保証金のことについて、まあ、報告したいと思います。
私たち漁師の漁師は何年も前からずっと補償金の受け取りを拒否してきました。まあ、昨年はその会では緊急動議まで発動して二度と補償金の話はしないと賛成多数で可決したにもかかわらず、山口県漁協はこのことを無視して漁協補償金の議案もまた出してきました。これまで私たちは総会が開かれるために何度も組合員の皆さんに集まってもらい、補償金は絶対に受け取らないことを確認し合ってきました。今回の県漁協に対して岩島漁協は有志一同の連名で署名が追加して漁協補償金についての議案を取り上げるように文書で要請してきました。それでも県漁協は今回漁協の総会の迂回を岩島で開く、だから県漁協が主導すると言って強引に総会を開いてきました。議事を執行しました。そのままその結果今回は初めて過半数が取れず、本当に残念で悔しい結果になってしまいました。ですがそれでも私たちは仲間の漁師たちと共にこれからも最後まで補償金を拒否し続けます。このことを中国電力と県漁協国に対して訴えています。原発が白紙撤回になるまで漁師の会に一生懸命頑張ります。これからも皆さんと一緒に戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、続いてはこの中国電力による4800万円裁判の内容と経過、そして今後の展開について、話していただこうと思います。上関原発阻止弁護団の堀良一さんです。よろしくお願いします。どうも堀です。よろしくお願いします。弁護団の広報担当ということでね、今力の方からおっしゃられているようなことについて、報告したいと思います。今日の、ね、裁判をご覧になった方ね、分かりだと思うんですけども、原告側、中電のね代理人たちの顔色冴えないと思いませんか。なんかね、でね、今日の裁判っていうのは、まあ、文書が出てきたんですけどね、中電からね。で、前と同じようなことを繰り返してるんですよ。で、その前に我々がね、もっとこういう資料を出さなくていいんですかというふうにしてたんですよね。ところが中電は我々が求めた資料というのは出さないわけです。裁判所もね、それだけでいいんですかって今日言いましたよね。で、中電はもうこれでいいんですというようなことを言ってるんです。でね、裁判を一生懸命進めようという規約だとかね、気力が見えなかったというのが今日の裁判にも現れてましたね。で、あまりし、原さんが元気よく喋るもんだから、裁判所がね、なんか表現に気をつけてくれ、なんだって言ったら、それは内容じゃないんです、表現なんです、こういうような話ですからね。ということでね、やたらと被告が元気がいい、そしてね、そして大体ね、こういうね、社会的に意味のあるような裁判っていうのはね、原告団なんですよね。住民だとかね、人々とかね、企業なんかのね、悪党さんを追求していくという裁判なんで、普通原告なんて、原告団がね、ここに並んでるんですけども、並んでるのが被告団っていうね、シュールだね、シュールだ裁判。これがね、最近流行ってる人はおかしいけどもね、よくないんだけどもね、スラップ訴訟って言われるね、向こうの側がね、やっぱ原告団のために使ってる裁判のね、一つの大きな特徴なんです。で、今日の裁判にもね、スラップ訴訟のね、特徴がやっぱりよく表れていたというふうに思うんです。で、これまでの経過をね、少し振り返ってみたいと思うんですけれどもね、この経過を振り返ればね、ますますスラップ訴訟なんだ、要するに提訴することだけがその目的でね、存在することが目的の裁判だということなんですよね。で、普通の損害賠償裁判みたいで、例えば交通事故の被害者、例えばね、公害の被害者がね、自分たちの生活を成り立つするためにね、損害賠償してください、一生懸命お願いしてね、裁判を起こすっていう、そういう裁判とは違うんだということなんですね。で、そもそもね、ここで問題になっている、その彼ら4人のね、会場でのね、抗議行動っていうのは、2009年の11月の5日から11日までの行動でした。
裁判を起こされたのがその翌月の12月15日、わずか1ヶ月ですよ。で起こしてるんですよ。でね、その後よく分かりましたけども、それまで、それから今日までね、延々とやってますけれどもね、2011年の4月までが岩国の裁判所でやりました。でここでね、延々と何やってたかっていうとね、妨害行為、違法行為というものがあったのかどうか、ね、彼らのやった抗議行動っていうのがそういう違法だと評価されるようなものだったのかいうことをね、我々議論したかったんです。ところがね、誰がどこの現場におったとかね、いうふうなこともね、しっかりとね、特定をしていないというのが明らかになりましたね。で、いろいろ写真を持ってきてね、この写真行ってる場所と違うよという話があったりだとかね、そんなことがあるもんだからね、この09年の2009年の12月にね、提訴されて、で2011年の4月までね、岩国で永遠とやってたってのはそんなことなんですよ。普通だったら裁判を起こす側がね、しっかりその辺をやってね、裁判をスピーディーにやるためにね、そこをしっかりやった上でやるんですよ。それをやってなかった。そして今山口のね、この裁判所に継続してますね。でここに来てからもうすでに1年以上がね、経過しました。でここでのテーマは、損害はどういうものだったんですかということなんですよね。損害賠償ですから、違法な行為がありました。その違法な行為によって、これこういう損害を被りました。その違法な行為というね、彼らが言っている現場の行動について延々とね、それを特定をするという作業をやり、そして今こちらに来てからね、その損害というものは一体何なのか、でその損害の裏付け資料はあるのかということを延々とやってきたんですよ、ね。で我々の方から逆にね、まあ、例えば岩国ではこの写真違いますよとかね、ちゃんともう一回検討してくださいだとかね、あるいは妨害行為についてはこういう資料がないと立証ができないんじゃないですかとかね、被告の方から一生懸命ね、裁判をスピーディーに終わらせるためにね、ものを言ってると。これはね、岩国でもそうでしたし、今日もまたそうだったんだということなんですよね。でこの経過を見るならばね、さっきも言いましたけれども、本当に違法な行動によって損害を被ったからね、それをね、一瞬でもね、取り戻したいというね、普通の、まあ、公害ですね。あ、すいません、抗議の方ですか。で、裁判でもね、やっぱ違うんだということが、これまでの経過、そしてその延長線上にあるね、今日の経過からも、になった。そしてもう一つね、極め付き。これね、提訴の段階ではね、約4800万円 の、 請求だったんですね。4792万とかね、いう数字ですけれども、これが実はね、去年の4月にね、突然3903万に下がりました。ね、裁判を起こって2年も経ってからですよ。ね、で、ね、裁判を起こした時にはね、請求書の段階でどうその金額でやったみたいですね。でその翌年に実際に払った金額が実は4000万弱だったということなんですね。普通だったらね、これだけ払ったんでその金額をね、お前のせいだから返してくれというふうに言うのが本当なんですね。ところがやっぱり彼らはあの2009年の11月に抗議行動があり、12月やっぱり起こさざるを得なかったんですよ、ね、翌年の4月じゃなくてその半年近く前にね、起こさざるを得なかった。そこにもね、やっぱりこのスラップ訴訟としてのね、特徴が一つ現れてますよね。そういう裁判なんだってことをね、やっぱりね、見ておかないといかんと思います。でこの裁判をね、リードしているのは原告じゃなくて被告なんですよね。一日も早くね、公正な裁判をしてくれと、こういうふうなね、話をしてます。で裁判所の方もね、やっぱりおかしいなというふうに思ってるんですよ。だから今日のようなね、話に、ただね、あまりこちらで元気良すぎるとね、ちょっとやっぱりね、裁判所に立ち去ってくれたいですけどね、まあ、今日、加さんの平均ニュース担当したうちの、丸山弁護士は、彼女は非常に強気ですからね、今後強気で、弁護団としてはね、いきたいと思ってます。やっぱり、ね、傍聴席がね、たくさん埋まってね、そしてこういうふうに報告集会にね、仮に傍聴のね、件に外れてもたくさんの方がね、お見えいただいてるっていうのはね、これ裁判所にも伝わるんですよね。この熱気でね、裁判所をね、さらに立ち去るとね、させてやろうじゃないですかね。そうなったら、ね、一日も早くいい関係ですよね、貸しておきたいと思います。でそれでね、我々裁判だけじゃなくて、一緒にね、被告団と一緒に上京してね、例の金曜日の行動にね、参加したりもしましたけども、この免許切れの話でたらめですよ。これね、やっぱりしっかりやってもらいたいと思いますね。こういう水面、メタデモっていうね、法律がありましてね、
で、それはね、竣工を予定の日までにしなかったら免許切れちゃうんですよ、ね、で免許切れたらそれまでに行った工事はね、元通りにしなきゃいけない、ね、ただし延長の申請はできますよ。ただしこの延長の申請については行政手続法という法律がありましてね、標準の処理期間がなしなきゃいけない。でこういう場合は32日間と決まってるんですね。32日間もうどのくらい延長してますか、ね、でもう一つね、こういう住民立法にはね、免許が切れてもね、切れてから3ヶ月間だけに限って復活の申請ができますというのがあるんですよ、ね、ほら、もう3ヶ月のような話じゃなくて今1年分でもいいって言ってるんでしょ、ね、で免許はもともと着手してから竣工までが3年間で決まってて、あとこれから1年間とかあったらね、もう1年半年ぐらいね、事実上延長したみたいなことになってね、復活認めたと同じようなことになるんですよ。まあこれね、こういう住民埋め立て法だとか、あるいは行政手続き法だとかに照らしてね、違法ですよ、ね、だからそこのところをね、こんな場所のことやってるんだっていうことをね、まあ、声を代理してね、やっていきたいというふうに思います。弁護団もね、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。さて、続いてはその元気のいい検診術を、ねされたという、被告団の原浩二さんにお願いしたいと思います。ここでは自由に表現していただいて今日はたくさんの方に裁判の方、そしてこのミーティングに来ていただきありがとうございました。やはりね、裁判所の方もあれだけの120人以上ですかね、その傍聴を希望される方が来られまして、何を言ってるかわからない裁判長もさすがにちょっとビビってきたんじゃないかなと、思います。本当にたくさんの、ね、人にこの裁判を注目していただいていることはもちろんその僕たちの勇気になりますし、そして判決にも必ず影響を与えることだと思いますので、今後ともよろしくお願いします。一つ希望としてはですね、裁判所にもっと分かりやすく話していただきたいことが一つと、中年まで僕ね、まあ、2年もやってるのでもう知らない顔じゃないですよね。毎回挨拶しても彼ら一言も挨拶を返してもらってもうとんでもない、教育を一回やり直してもいい彼らの日中なので挨拶をしてもらうように今後も頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。もうお一方、岡田和樹さんに、暴行事件告訴の現状報告と、そして東京での、議員周りの報告をしていただきます。はい、先ほど紹介しました岡田和樹と言います。この間、まあ、2009年 の、 まあ、ことについて、まあ、訴えられて、まあ、今まで、まあ、3年、3ヶ月経ちます。裁判がずっと続いていて、まあ、毎回広島の方から、まあ、4、5時間かけて車を飛ばしてきてたんですけども、たった5分のためにこの裁判のためにわざわざ来てまた往復して帰るというようなことが続いていました。しかし今本当に地元の方たちをはじめ多くの人たちが本当に支援をしてくださって一緒に戦おうということで本当に心強く思っています。本当にありがとうございます。2009年、の、11月だったんですけども、暴行事件を暴行を受けました。中国電力 の、 作業員4人がかりで僕が、まあ、カヤックで海上で抗議行動をしている時に、まあ、台船の方に作業台船の方に引きずり上げられて、まあ、そこで、まあ、羽交い締めにされるというようなことがありました。で、まあ、首とか手足とか本当に思い切り押さえつけられてですね、まあ、拘束をされている、2、3分の間にコンクリートブロックを海底に沈めるという作業を中国電力はしたんです。本当にもう言論の自由だけではなくてもう身柄も拘束をして実際に現地ではもう強硬に推し進めるという体制を中国電力が取っていて、まあ、そのことについて、まあ、告訴をしました。まあ、刑事事件として告訴をしたんですけども、そのことについて刑事側の方は検察の方はですね、2011年の 3.11 の直後に不起訴というような結果を出されました。でそのことに対して今不服を申し立てて再審査をしているんですが、なかなか返事が返ってきません。こっちの方も本当にこれから頑張っておかしいことはおかしいとしっかり発信をしていきたいと思っています。それともう一つ被告の人たち、それからまあ弁護団の人たち、そして、まあ、杉並さん、今日東京から来られていますが、今東京でも報告集会を開いたりとか活動をしてきています。
で、あの東京に行くたびに、まあ、これまで3回、くらいあの議員さんのところ、国会議員さんを回ってあのこういうおかしい裁判が続いているという現状報告をしてきました。本当に知らない人たちたくさんいるんですが、あの中には直接会ってくださって話を聞いて、これはおかしいということで、あの県知事や中国電力に電話をしてくださった国会議員の方もいます。まあ、そういう魅力ながら、あのいろんな活動を被告の方もあのこれからも続けていきたいと思いますので、あの支援の方もよろしくお願いします。本当にありがとうございます。さて、今支援のお話が出たところで、お一方、ご紹介しましょう。中国電力スラップ訴訟止めよう会、坂本恵子さんです。ちょっと短い時間ですが、一言だけ、ご紹介お願いします。あの三原から来ました、農業しています。で、あの初め農業仲間と一緒に岡田君のことを何とか支援しようと思って、この、 あのスラップ訴訟のパンフレットを作ったらば、岩井島の方がとっても喜んでくださって、たくさん作ってくれました。ぜひ皆さん、これあのまだありますので、あの今飯田さんの横に山になっておりますので、持って帰って、あのいろんなところで広めてください。あのマスコミの方にもちょっとお願いしたんですけど、こう裁判中でこういうことあんまり出せないみたいなこと言われたんで、もうみんなあの草の根で広げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。中国電力スラップ訴訟止めよう会の坂本恵子さんでした。この問題については本当に、まだまだ時間を尽くして、語っていただきたいんですが、今日は時間の関係で最後に上関原発阻止弁護団の小沢修造さんに、簡単にまとめていただきたいと思います。よろしくお願いします。突然のことで、あの皆さん本当に今日はありがとうございました。あの堀弁護士の方がもう十分説明していただいた通りなんですけど、ただやっぱり私も非常にわからんなと思うのは、今日の準備書面、原告の準備書面ですけど、書面の表紙はこれいつもと変わらないですよね、代理人だし。次がその逆法令がありましたね。ずっとこう、これはこういうんです。すみません、メガネ、発電所、あ、そうです、はい、いいです。発電所、原告は山口県熊上郡ですか、上関町大和田長島において建設を計画している原子力発電所の意味ですというところ、1ページ、これもいつも変わらないんです。同じものですか。で、あと実質3ページから中身なんですけど、6ページまで、3、4、5、6というような短い、極めて短いもんで、ほぼ2ヶ月間で、これで全く裁判として進んでないんです。で、嫌がらせ訴訟のなんですけど、特にあの私は岡田さんがあのもう怪我させたということもあって、大勢で訴訟を起こしたのかなということも思ってるんですけど、その裁判を進めようとしないんですね。で、こういう中ですけども、私たちは逆に被告なんですけども、こういう嫌がらせをしているということと、原発原子力発電所はおかしいということを訴える場としても使いたいというふうに思ってます。で、そのためには皆様のご支援が絶対いりますので、今後ともよろしくお願いします。原告の人たちも本当に頑張っておりますので、よろしくお願いします。間違えてしまいます。この場合は被告でございます。この皆さんも頑張っておりますので、よろしくお願いします。以上です。本当に遠いところから駆けつけてくださいました。地球の森羅万象、そして大自然の営み、人の魂の営みを、ずっと歌い上げてこられました。そして広島、長崎からマーシャル諸島、そしてビギニ環礁、大奥クリュー丸、そしてウクライナ、チェルノブイリ、3.11 福島、そしてここ山口、上関、岩井島、各に本当に苦しみながらも戦い抜いてきた人々を見つめ癒し、そして歌い伝えてきました、孤高の歌い手です、内田ボムさんです。
今日は皆さん本当にご苦労様でした。僕は今信州に住んでおるんですが、遠くでこういう話題聞いてると非常にちょっと暗くなっちゃうんですけど今日こちらへ来てね、本当に良かったらみんな元気でやってるっていうことがね、本当に肌を通じて分かって、あ、これだったら大丈夫かなと。それでまあ今この前3月1日ビキニデーっていうのがあったんですよね。で僕ら浜岡原発っていうところまで一つのちょっと後期の更新なんかをしてきたんですけども、まあ、世界で一番危ない原発っていうことですね。地震の震源地の真上に当たるところに原発があるわけです。それでまあ今本当にこの世の中としてはね、この廃棄物がどこに持っていかれるのか、これ世界中の問題ですね。でそれはもう必ずそういう被爆を生んでいくわけです。でそういう時にまたさらに新しいものを作って、まだどこに持っていくかも決まってないわけですね、廃棄物。浜岡だけでも使用済みが6000本ぐらいあるわけです。それでまあ今日市民さんたちも海ということで、これ山口県の海じゃないんですよね、もう世界の海なわけですよ。でそのビキニデーで水爆実験がもう60年近く前に行われて、 そこにまだ放射能が残留してるわけですね。それでその放射能がまた日本近海でも最も濃かったわけです。だから今度6カ所の方からそういうさっきも言ったような温排水が流されてくる。それはまた千葉のところで一つの海流に乗ってですね、またそれもマーシャルの方にやってくる。でもたくさんの被爆の人たちがもう奇形が出たりですね、流産が出たり、もう60年経った今でもということが行われている。だからそういう意味で、それからもう一つあれは、ここに原発が一つできるということは、もう世界中のウラン鉱山、そういうところでもうずっと被爆し続けてるわけですね。だからこれは本当山口県上関町のだけの問題でないというふうに僕は思うんですね。まあ本当にこんだけ、ね、たくさんの人が来て心強く思います。でこれからも、それでまあオーストラリアで被爆したしているアボリジニーと呼ばれている人たちが福島原発の事故を受けて、オーストラリア中のアボリジニーの共同声明というのを出してくれました。でそれは、地震津波というのは僕たちに止めることはできないんだけども、僕たちにできること、ね、そしてやらなくてはいけないことというのは、世界中から核の脅威がなくなるまで戦い続けましょうという、そういうメッセージであり声明を出してくれたんですね。そのまま岩井島の人たちに、捧げていると思います。まあそれでちょっとおしゃべりを今日皆さんやってくれたので、火薬隊の応援ソングみたいになっちゃったんですけどね、は一番初めはビキニのことから始まった歌なんですよね。Oh, no.
るんだけど歌われない南の空を泣いてる死の灰を浴びての名を自由を呼ぶ人たち誰がこんなわしの時代
地球のもの。Oh yeah。水も空気も地球のもの、この地も肉も地球のもの、この息この心も地球のもの。気をつけろ、原発でさえ地球のもの。この地にまくるミサイルも、そっと息を引き取る鳥たちも、鳥たちも砂漠を渡る黄金虫たちも、雪の下に眠るネズミたちも、どうかどうかと、どうかと走り過ぎてゆく車たちも、吠えまくる電車たちの黄色い目も、高層ビルを埋め尽くすコンピューターたちも、銀河系の渚を転がる青い火の塊の、青い火の塊の地球のもの。地球が僕らを愛してるほどに、僕らは地球を愛してゆか、地球が僕らを愛してるほどに、そうさ僕らは地球のもの。この小さな土の上を、この小さな海の上を、あぶらあぶら行こう、思い穏やかに、わずかなものを手に、この小さな土の上を、この小さな緑の中を、あぶらあぶら行こう、思い穏やかに、心軽やかに。僕らは地球を愛しているか、地球が僕らを愛してるほどに、僕らは海を愛しているか、海が僕らを愛してるほどに、そうさ僕らはこの海のもの。 Oh yeah。続きそうな会話になるので華やかに行きましょう。早見どうも、清水さんどうも、皆さんどうもありがとうございました。また今後ともね、またあの面倒くさい話もありましょうけど、頑張ってください。通りましょう。
長野県大塚村から内田ボルさんでした。ありがとうございます。集会を開いて、もう会場にいっぱい集まっていただいて、またその流れでこちらに来させていただきました。本当に今、山口県知事、山本茂太郎は、本当、選挙の公約違反で、本当、私たちをね、もう31年間反対し、海の埋め立ても認めない、保証金もいらないで頑張ってきた。それをまた1年不許可をと言いながら、もう1年もまた先送りする、本当あってはならないことです。本当私たちはもうこれでええやと、亀崎原発も終わりかなと信じていましたけど、残念ながらその夢も枯れませんでした。しかしこうして皆さん若い人たちが本当にいっぱい集まっていただいて、本当に心強く思っています。私たちもまだまだこれから来ますけど、もう一度だけで亀崎原発開催頑張りますので、応援よろしくお願いします。亀崎原発反対、若い人たちが原発反対の運動を繰り広げておられることに、私はちょっと感化まで、なんかうっときました。もうそして皆さん、県庁の職員がいらっしゃるでしょ。ここはね、県庁の管理規則上違反なんです。ですから県庁の職員の皆さんは仕事からしょうがなしに警告の紙を回していらっしゃいますけれども、その方たちの気持ち分かりますけれども、しかし規則など守っておれん。私はそんな気持ちです。そんな気持ち、本当にそうだ、おっしゃる通り、おっしゃる通り、公約を守らない意見、知事が公約破りを平気でする、権限を平気で裏切る、傍聴された方もいらっしゃると思いますけれども、新聞でご覧になった方もおられると思いますけれども、安倍総理大臣即下の県の山本知事の併設です。本当に許せません。本来ならこの公有水面埋め立て免許延長の問題は非常に簡単なんです。山本知事が任意方針を受け継ぐと言った以上、即ノーなんです。これしかありえないんです。ところが安倍さんが総理大臣になって原発ゼロ初めから見直すと言ったもんですから、山本知事が公約破りをしたんです。正気の沙汰だ。そうだ、安倍首相の判断待ち、自ら判断要しないのが山本知事なんです。今日は和歌山から来ました。
和歌山で今子供生まれて幸せに暮らしてますが、世の中はいろんなことがあるので、まあ、本当の幸せではありませんが、今日は本当に山口県知事のこの間の発言見ました。で311本当福島ね、この間2年経っていまだに全く本当に終わっていない、収束されていない状況の中で何を見てるんですかと、本当に一度自分が、ね、公約で男として選挙の時に公約で埋め立て免許はもう延長しません、そういうことをちゃんと公言したしましたよね。僕は今日和歌山から何ていうんですかね、人として来ました。僕もデタラメな人間ですけど、本当に子供ができてちょっと大人になって、嘘はダメだろうと、嘘はダメだろう、原発も嘘だらけじゃないか、安全なんてどこにもないんだ、福島をちゃんと見てみろ、それで本当にそうやって言えるのか。本当に岩井島の首都の言葉で命をかけてあんたら何かやったことがあるのかっていうことを僕は前に聞いたことがあります。で今本当にそういうなんか圧力がかかってるのかもしれないけど、自分が知事になった以上本当にそうやって自分の命かけて県民を国民を守ってみてくれ。この子は、知的障害を持っています。それで、私の後ろには、すごくたくさんの家から出られない子どもたちや、たくさんのベッドに寝ている子どもたちや、たくさんのここに来れない人たちの姿が見えるでしょ。私はたくさんのそんな人たちと一緒に来ました。ここに見えているのは私と二郎の2人かもしれないけど、二郎のお友達や私の関わってきた障害者の人たち、みんな原発はいらないと思っています。それで原発事故の後、私はこの子と一緒にいることがとても救いになりました。それで、この子のお友達たちの描いた障害のある子どもたちが描いた絵を見て、それでとても心が安らぎました。で私はこの子たちの存在こそ今必要なんだろうと思って、それでこの子たちのことをもっともっと大事にする世の中であれば、こんな原発なんか作ってないだろうなって思います。で放射能が降り注ぐ今の世界中、いろんな子どもたちが障害を持って生まれてくるかもしれません。でもその子たちは誰よりも生命力の強い子どもたちです。放射能の、核実験の図の中で地山が増える図って見たことがあると思うんですけど、その地山が増えるということは障害を持って生まれてくる子どもたちの数が増えてるんですよね。その子たちって並外れの生命力で生まれてくるんですよ。でその子たちの生命力っていうのは見て、僕たちを見てっていうメッセージを持って生まれてくる子どもたちなので、だから私は動ける、ジロは幸いにして元気なので、どこへでも出て行って、そして僕たちを見てっていうことを言って伝えていきたいと思います。放射能が怖いっていう時に、異形が生まれるからとか障害があるからとか、そういう言い方をやめて、障害持って生まれてきてもいいよ、面倒見るよ、みんなで一緒に生きていこうねっていう社会にしていきたいと思ってます。どうぞご協力お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。一緒に上関から岩井島から出発して、名古屋まで一緒に歩きました。セブンジェネレーションズウォークの山ちゃんと、スロータンドルのハルさん、もちろん山口県の原発ですけれども、今回の福島の事故が証明したように、放射能というのは本当に県やましてや上関町やというところにとどまって汚染をするわけではないということが
はっきりしました。海はつながっていて、大地はつながっていて、そして母なる地球は本当にその一つのこの惑星の上で全てが循環しています。この聖なる循環を断ち切る、それが一つの核の恐ろしさだと。そしてまた、どうも、僕は2010年8月18日にですね、上関を出発しまして、で名古屋までコップ店というのを目指して歩きました。その時は世界中の NGO、NPO が名古屋に集まるので、その世界中の NPO、NGO に上関の海の美しさを伝えて、そしてその美しさを守ろうという観点から原発を止めようというそういう、行動をですね、早田と一緒に早田と一緒にしました。そんな感じで最後国鉄に着いた時はですね、ちょうどその時大戦が来てしまいまして、早田とかと一緒にみんなでハンガーストライキを国鉄でしました。10日間8日間は断食断水で、その上関の原発を目にかけないでほしいという訴えを世界中にしてですね、そして10日目に原発のところに来ている男性大戦が帰ったので原発やったんですけど、その時は本当に大戦が帰るまで自分は断食断水のハンガーストライキをやめないぞっていう、そういう一つの決意を僕はそこでしてたわけですけども、それはなぜかというと、もしもこの原発ができてしまったら新規立地の原発ということで世界中にまた原発が広まってしまう可能性があるんですね。そうするとまたすごくまた汚染が広がって、何十万何万人という子どもたちがまた苦しむ、この一歩がそのまた何万何十万という苦しみにつながっているのであれば、本当に自分の一人命ここでかけてですね、それがもしも何かしらの形で何かに貢献できるのであれば、それは本当にありがたいなというふうに僕は思っていました。でまた今回こういう話が起こってですね、結構決意を決めて僕ここに来ました。また同じことが起こるんであれば同じようにするぞ、そういう思いはあるし、隼人にもあるし、みんなそういうみんなこんな感じでやっています。俺たちマジです。子供たちを苦しむ子供たちを見たくない。やっぱり自分たちがやっぱり本当に責任を持って、本当にそういう意味で行動をこれから祈りとともに起こしていきたいなというふうに思います。僕もネイティブインディアンのところに行ってですね、実は3.11の時僕はそのウラン鉱山のところを歩いていました。アメリカを横断してたんですけど、その時にですね、ネイティブの人たちがうなだれる日本人を見てですね、祈れと、祈りなさいというふうに僕に言いました。なんで祈るんですか聞いたら、忘れないことや、リメンバランス、その過去から学んで、そしてこれがまたいろんなことにつながっていくことを忘れないこと。原発1基作りますとですね、800万トンのウラン残土が出るんです。作るだけで800万トン、その広大なウラン残土を僕は見てきました。施工もない子供がいたりとかですね、本当に村中にされてしまっている村を見たりとかもしてきました。本当に作ろうとするだけで、作ろうとしてもいけないんです。危険だからダメとかそういうだけではない、作ろうとするだけでそういうふうな大きなまた被害を拡大してしまう、作ろうともしないでほしい、そのウランを作る、ウランを掘ることにそれだけの犠牲を持ってですね、自分たちは便利な姿をするのか、便利な生き方をするのか、そこは僕たちはみんなどうって言ってるし、そういう意味でここに集まったと思います。それで最後にネイティブの人たちはすごい悲劇の中にいますけど、祈りを持って大地とつながっているからすごい元気なんですよ。 We are still strong って言ってきました。僕たちは大地とつながっていて、大地を愛して、子供たちを愛している。今日も原さんが言ってましたけれども、中年の人たちすごい元気がない、俺たちは元気、イエーイ、イエーイ、僕たちを愛してるから、大地を愛してるから、